ネズミとヨット。夏休みが来た。処理所の子どもたちにも夏休みが来た。子どもたちのいない学校は急に埃っぽくなり、古い城のようにカビ臭くなった。反対に処理所は猛暑のためにゴミが発酵して、処理所全体がまるで温室の中のように蒸し暑かった。そんな中でも子供たちは元気に遊んでいた。小谷先生から鉄蔵に手紙が来た。バクじいさんが読んでやった。鉄蔵ちゃん、元気にしていますか？先生は鉄蔵ちゃんが元気かどうかとても気にかかります。おたまじゃくしに餌をあげていた鉄蔵ちゃんを思って、元気に決まってると自分に言い聞かせています。先生はとても元気です。もう一度学生に帰ったつもりで、海や山で真っ黒になって遊んでいます。もうすぐ鉄蔵ちゃんに会えますね。先生は楽しみにしています。良い先生じゃのうとバクじいさんは言ったが、鉄蔵は吉という犬を抱いて知らん顔をしていた。鉄蔵の家の前は少し広っぱになっているが、今も伊佐夫、吉吉、純、四郎、竹雄などがキャッチボールをしていた。四郎の投げたボールを純が受け損なって、ボールはドブに落ちた。ドブといってもかなり大きな下水で、すぐ運河につながっている。純は慌ててそこへ潜り込んでいった。真っ黒な顔をして這い出てきた純の手にボールはしっかり握られていた。ボールを投げ返して純は言った。ドブの中に銀色の目をしたネズミがおるで。嘘つけと言い返されて、純は腹を立てた。嘘やと思うのなら自分の目で見てこい。それでみんなドヤドヤとドブの中へ潜り込んでいった。はじめ四郎が出てきて、次に伊佐夫が出てきた。そして顔を見合わせてため息をついた。ほんまやな、あれネズミの親分やで。キャッチボールどころではなくなった。なんとか生け捕りにしたいとみんな思った。子供たちはしばらく相談していたが、じきちっていって次に集まってきた時には、それぞれ金網、ザル、針金、ゴム紐などを持ってきていた。一番後から半分泣きべそをかいた四郎がかけてきた。手にチーズを持っているところを見ると、家の者に叱られながら無理に持ち出したのだろう。ネズミの餌にするらしい。子供たちは器用な手つきでたちまちにネズミを取る仕掛けをこしらえた。てっつん、ここを持っとけ。てっつんというのは鉄蔵のことである。鉄蔵も手伝わされて、チーズは紐でしっかり祝えられた。ネズミが少しでもそれを引っ張ると上から金網が落ちてくるようになっている。仕掛けを置くために再び純がドブの中に潜っていった。銀色の目のネズミがあの餌に食いつくとは限らへんで、と伊佐夫が言った。そらそうや、とみんな心配した。銀色の目のネズミは親分に決まっとる。
うまいもんは親分が先に食うやろ。ドブから出てきた純が言って、みんなうなずいた。子供たちは汗と土で顔を汚して、まるで泥水につけた古い地図のようだったが、誰も気にする者はいなかった。目玉をギョロギョロさせて、1時間ほど待った。待ちかねて、みんなで潜っていった。1年生の鉄蔵だけが、上から覗いていた。あかん、と言って、みんなぞろぞろ出てきた。かなり丈夫な紐だったのに、ぷっつり、途中で噛み切られている。引っ張らんと、噛み切りよった。えらい賢いやっちゃなあ。吉吉が感心して言った。お前とだいぶ違うな、と功が言ったので、吉吉は口を尖らせて、なんどいと言った。今度は針金で釣り針を作ることにした。餌の位置を高くして、ネズミが前足で抱え込まないと食べられないように調節した。このようにして子供たちの知恵の塊は再びドブの中へ返された。どうやてっつん、うまいこと行くと思うか？と純が鉄蔵に尋ねてやった。う、短くうなるようにどうとっていいのかわからないような返事を鉄蔵はした。いつものことなので、純たちは平気だ。この仲間は話しかけることで、口数の少ない鉄蔵をいたわっていた。子供たちは日陰で丸い輪になって座った。待っている間、他の遊びをしようという気はなく、お互いが銀色の目のネズミのことを目で話し合っていた。そのうち、この仲間でたった一人、本をよく読む純が、シートンの狼王ロボの話を始めた。漁師たちの罠に、次々挑戦するロボを空想して、子供たちは背筋をゾクゾクさせた。その興奮は、そのまま自分たちが、今、捉えようとしている、銀色の目をしたネズミにつながって、胸がドキドキした。もうええやろか。四郎がかすれたような声で言った。子供たちはうなずいたものの、その気持ちは複雑に揺れた。銀色の目のネズミが捕らえられることを望んではいるものの、そう簡単に捕らえられるようでは困る。それはもっとしたたかで手ごわい相手でなくてはならなかった。純が先頭でドブの中へ潜っていった。ピシャピシャと水を蹴る音がして、みんなは黙りこくっていた。やった！純は甲高い声で叫んだ。みんなドキッとした。一斉に駆け寄って、仕掛けに手を触れた。体当たりをくれるネズミの重さが子供たちの手に直に来た。誰の胸もワクワクした。こらおっきい。こら、ネズミの親分に違いあらへん。こいつやこいつや。銀色の目のネズミに間違いあらへん。どの子供たちも気持ちが高ぶって、喉がカラカラに乾いた。目、光っとるか？功が言って、みんな暗闇を透かしてみた。5ミリぐらいの銀の玉が、仲良く2つ並んで、闇の中を跳ね回っていた。吉吉が辛抱できなくなって、歓声を上げた。ウォーンと子供たちの声が
狭いトンネルの中に響いた。転がるようにして出てきた子供たちは、この偉大な王様を丁重に迎えるべく、頭の上に掲げて、わっしょいわっしょいと駆け出した。鉄道に抱かれていた基地は、それを見ると、ぴょんと跳ねて、後を追った。鉄道も駆けた。処理所の西の端に、彼らの御殿がある。古い材木を組み立てて、作ってあるのだが、なかなか子供とは思えない出来栄えで、子供のそういう遊びには、無理解な大人も、ここばかりは、おめこぼしとなっている。処理所の中では、ここが一番涼しい。子供たちは、そこを基地と呼んでいる。いたずらをする時の根拠地でもあり、叱られて家を放り出された時の仮の住まいでもある。ネズミの王様はそこまで連れてこられた。子供たちは壊れ物でも扱うように、恐る恐るカゴを下ろした。子供たちがそれを取り囲んだ。目が集中する。神様が姿を現したのだ。子供たちの熱い視線で、神様は焼き殺されそうになった。しばらく時間が経った。最初に、純が腰を下ろした。それから竹雄が座って、純を見た。純も竹雄も同じ目をしていた。二人は何も言うことがなかった。伊佐尾と四郎も力なく座った。いつまでも眺めていたのは、吉吉と鉄蔵で、そのうち吉吉は、間の抜けた質問をした。ドブの中では銀色の目玉をしていたのにな。なんでやろう。うんざりして返事をするのもいまいましいという顔つきで、イサオが答えた。アホタレ、暗いところで光が当たれば動物の目は光るようになっとんじゃ。誰も純を非難しなかった。だが、体の力がいっぺんに抜けてしまったのか、みんなポカンとして空を見上げていた。しばらくして、四郎が言った。こいつ、どないしよう。殺してしまえ、と吉吉が言った。その時、まだネズミを見ていた鉄蔵が低い声で言った。かわいそうや。そやな、と純は言って、吉吉の頭をポンと叩いた。ネズミやからこのまま逃がしてやるわけにはいかんし。純は困ってみんなの顔を見渡した。川に流してやろう、とイサオが言って、みんな賛成した。それから子供たちは、仕掛けを作った時と同じ熱心さで、小さな木の箱をこしらえた。すぐに飢え死にしないように、箱の中にチーズを入れた。子供たちは広い運河まで出て、そこからネズミを流した。石にぶつからないように気をつけて流した。鉄蔵たちがそんなことをして遊んでいるとき、小谷先生はヨットに乗って海の上にいた。小谷先生はこの夏休み、夫と喧嘩をするくらい遊んでばかりいた。あのつらい4ヶ月を忘れようとしているのかと、小谷先生自身が不思議に思うくらい遊びほうけていた。どちらかというと、これまでの小谷先生は真面目なタイプの生活で、生まれた家が
いいんだったせいもあって、外へ出て遊ぶよりは、家で読書をしている方が多かった。大学生の時、友達と旅行をしたことが、ただ一つ、自由な遊びといえば言えるくらいのものだった。グレるという言葉がある。途中から心が変わって悪くなるという意味であるが、どうやら小谷先生は4ヶ月の辛い教師生活のために可愛くグレているのかもしれない。小谷先生は夏休みになるとすぐ同僚の先生たちと岐阜の長良川に行った。岐阜から帰ってすぐ北アルプスの笠ヶ岳に登った。8月に入ると小谷先生は学校や家の仕事をあたふたと片付けて今度は海へ行った。和歌山県にあるアメリカ村は白い漆喰と黒い河原の帽子をかぶった美しい漁村だった。そうして遊んでいてもどこか物足りないものを小谷先生は感じるのだった。学生時代はどんな遊びをしても楽しかった。でもまたすぐ遊びに行こうという気にはならなかった。今は違う。楽しくなくてもまたすぐどこかに遊びに行こうとする。どうしてなんだろう。そしてまたヨットに乗ってしまった。もう夏休みも終わろうとしているのに。ヨットに乗っていて一つ不思議なことがあった。兵庫県にある江島群島を出て姫路の室津港へ航行している時だった。ちょうど中ほどまで来た時、海の上に何か黒いものが浮かんでいるのに気がついた。ヨットを寄せて拾い上げてみると、それは30センチくらいの亀であった。大きさと形から海の亀でないことは誰の目にもはっきりしていた。どうしたのか右腹が5センチくらい裂けていた。しかし傷はだいぶ癒えていたので命に別状はなさそうだ。なぜ海に出たんだろう。どこへ行こうとしていたのだろう。海に返してやると、亀は首をピンと立て、手足をゆらゆら動かして泳いでいった。この広い海で、それはなんとなくおかしな動作だった。しかし、おかしいので、余計亀の真剣さに、胸打たれた。